はい、マイカソラ、どうぞ、まず、すいません、はい、いや、もう滑りよう、ね、つらいよ、ごまき。おい、スタッフの皆さん、持ちきらんだほら。一つだけ持って歌いましょうか。気持ちがいいから。はい、じゃあ、そった方が持つ。皆さん、改めてご紹介いたしましょう。東京からのお客様でございます。佳代さんです、我々がなぜ今日ここにお呼びをしたかといいますと、インターネットを聞いてご覧の方いらっしゃると思いますが、動画サイト YouTube というところに佳代、さんが雪椿なんか歌って何曲か紹介されておりました。よく見たら佳代さんは種子島の中種の、野間の、大平の、大木田の、年男の嫁です。年男の子供の年明の嫁です。それを年明くんというと私の同級生でございまして、もう東京でバリバリ全世界にインターネットで発信をしている人です。バキーまで発信をしまして私の歌もだいぶ紹介をしてもらっております。で、私も東京に歌を歌いに行った時に、練馬の文化センターで歌った後に、あるいは一橋の学園の老人ホームで私も慰問をしました時に、立派に歌ってらっしゃる介護の職員の方です。そういう方です。で、今日はわざわざここに来たんではなくて、池田吉見城がこうインターネット見よったれば親の看病に戻るということを知りました。じゃあ出ていただきましょうというようなことでお呼びをしました。ね、どうですか、何年ぶりにご帰りですか。何年ぶりでしょうね、10年ぶりかと思います。ちょこちょこ父母とは、兄弟とはは東京とか名古屋とか会ってるんですけれども、種子島に来たのは本当、大変じゃらや、いや交通費がな、それで、奥さんは生まれは秋田県能代市っていうところの生まれでございます。雪国でもう今年は雪が多くてですね、もう本当父母2人で暮らしてるんですけれども、朝起きれば雪かきから始まって言ってますね。だからああいう年寄りに雪かきさせるのが本当むごいんですけれども、まあ自分たちの生活もありますのでなかなか帰れません。そうですね、でここに帰ってくるのは親孝行のつもりで帰ってきましたということでございまして、おいじいもどっかおんろうが、今度はおいじいに歌って聞かせましょう。はい、どうぞよろしくお願いします。私は天童よしみが大好きです。あんたの花道聞いてください。舞い上がる
目指すあんたの I'm sorry.